うも、散財系 YouTuber の柳橋優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。もしかしたらですね、エアコンの音がギャー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 うるさいかもしれないんですけども、まぁ、ちょっとエアコンさんがね、なんかギャーギャー言ってるんで、本当にご了承ください。頑張って声を張ると思います。私が。今回は、今買うべきアイテムは秋まで使えるものがベストだよね特集でございます。かっこ購入品紹介です。かっこ閉じ。そんなに大したものは買っていないんですが、今買うんだったら秋まで使えるような小物とかがベストかなと思って、その辺が多めにはなっております。ということでスタート。でまず一つ目はこちらでございます。これはですね、スライのものでございます。これは確かなんかセールで 40% オフとかになっていました。で生地はですね、ツイルではあるんですが、こんな感じでほんのり光沢感がありますので、カジュアルになりすぎないバケットハットっていった感じですね。実際にかぶるとこんな感じでございまして、つば自体はそんなに広くはないので、まあ電車とか車の時とかでもかぶりやすいかなと思います。生地に光沢感がありますし、お色も少し濃いめのベージュなので、秋のお洋服にもマッチして長く使えるかなと思って購入いたしました。ということで次に参ります。帽子2つ目はこちらでございます。でこちらはですね、何ですか、こちらの帽子はですね、バンヤードストームで購入いたしました。でちょっと見にくいんですが、こんな感じでゴールドのあれがついております。これがねすごい可愛いなと思いました。でこんな感じでですね、調整できる顎の紐はついているんですが、取り外しが可能なので、いらない時は外すっていうことが可能でございます。で実際にかぶるとこんな感じでございまして、こちらは結構つばが広めなので、しっかりと紫外線をカットしてくれるかなっていった感じです。生地自体は夏っぽいカジュアルな感じなんですが、柄がヒョウ柄なので、秋のお洋服にも合わせやすくて長く使えるかなと思って購入いたしました。続きましてバッグでございます。バッグ1つ目はこちらでございます。でこちらはですね、ザラのバッグでございます。こんな感じでですね、サテン生地のバッグといった感じですね。中はこんな感じになっておりまして、ここの取っ手部分はギューうーってがんじがらめになってて外れませんよっていった感じです。取り外しのできるチェーンタイプのストラップがついていますので、こんな感じで斜め掛けしたり肩掛けしたりすることも可能でございます。まあ言うてバッグに関しては別に秋とか冬とか関係なく1年中使えるんで、まあいつ買ってもいいよって思ってるんで、まあそんな感じでね、バッグを買わせてもらいました。ということでザラのバッグは以上です。はい、ということでバッグ2つ目はこちらでございます。でこちらはですね、ミラーオーウェンのものでございます。光沢感のある布生地のちっちゃめのハンドバッグでございます。かわいいって思った。中はですね、こんな感じになっておりまして、一応マグネットでここの上はピコンってつくような感じになっております。でサイズ感なんですが、こんな感じになっておりまして、まあ小さめなので大して荷物は入らないかなと思います。秋ってやっぱりベージュとかブラウン系のカラーが多くなってくるかなと思うので、そんな時にこのブラウンのバッグあると、まあ絶対使えるよねと思ってセールだしラッキーみたいな感じで買わせていただきました。ということでバッグは以上です。ちょっとあおちゃん、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 それそこにいるとそのカメラが、そうそう、すいません、あおちゃん。はい、ということで続きましてはこちらのワンピースでございます。こちらですね、サイズはワンサイズのみだったので、まあそのワンサイズのみでございます。でちなみにこちらブラックではあるんですが、生地自体が薄手なので、光に当たると若干透け感があるので、下にペチコートないしはパンツとかを入れてあげた方が安心かなと思います。首周りはこんな感じになっておりまして、めっちゃ可愛いって思ったでしょう。私も思った、激しく同意です。アームホールも広めに開いておりますので、インナーは気をつけてあげた方がいいかなと思います。ちなみにですね、今私はこのマメクロゴーチのカップ付きキャミソールみたいのは着てるんですが、どうしても動くと多分ストラップがちょっと見えてしまいますので、ストラップとか見せたくないなっていう方はこんな感じのバンドゥタイプか、もしくはベアトップ型のカップ付きのキャミソールとかがいいかなと思います。ちなみにこれは GU のやつでございます。でこちらのワンピースなんですが、まあ、今の時期だったら本当に1枚でさらっと着ていただいて涼しくて可愛いなと思いますし、秋になったら上にブルゾンとかジャケット類を合わせたら可愛いなと思って、まあ、これも絶対長く使えるなと思って、だから今買っても大丈夫だよと思って、そうやって自分に言い聞かせ
ローリーズファームではもう一つ買っておりまして、こちらでございます。はい、こんな感じのコインのネックレスでございますね。で、こっちがこんな感じの柄で、こっちがこんな感じの柄で、一応両方使えるタイプのものでございますね。で、長さ調整がこんな感じでアジャスター式なんですね。なので、なんか可愛いなと思って購入しました。あ、ほら、言うたらさ、ネックレスとかなんて別にね、いつ買ったってずっと使えるんで、別にいつ買ったっていいんですよ。だから欲しい時に欲しいものを買えばいいのよ。欲しい時に欲しいものを買えばいいのよ。で、一番長い状態でつけるとこのぐらいの長さでございます。アジャスターで調整ができるんで、こんな感じで短くしてつけることもできるんで、その時の服とかね、他のアクセサリーとかに合わせて、すごいいい感じにこう自由に長さ調整ができて、これ最高じゃんって思って買いました。ということで次に参ります。はい、ということで続きましては、こちらのワンピースでございます。で、こちらのワンピースはユニクロのもので、サイズは M サイズを選びました。で、まあ、ご覧の通りですね、普通のシンプルなカットソーの T シャツワンピーっていった感じでございますね。お首周りはこんな感じでシンプルなクルーネックになっておりまして、お袖なんですがちょっと長めのフレンチスリーブみたいな感じですね。でですね、ここにはポケットがついております。後ろはですね、こんな感じになっておりまして、バックスリットが入っております。で、このポケットの感じでお気づきかと思うんですが、これだいぶ透けます。なので1枚でワンピースとして着たい場合は、中にベージュカラーのペチコートとかをちゃんと入れてあげないと公然わいせつ罪になってしまいますので、ご注意ください。 T シャツワンピって夏は1枚でさらっと着れて、すごく便利なアイテムなんですが、小物とか買えたら初週でも全然いけるので、まあ、長く使えるかなと思います。え、じゃあさ、あんたさっきからさ、小物買えたって言ってるけどさ、じゃあそのコーディネートを教えてよって思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、それに関してはちょっとですね、まあ、次回とか、まあ、その辺でまたご紹介していきたいと思いますので、焦らず待っていただけたらなと思います。本当に申し訳ないです。そんないきなりもうコーディネートなんてね、本当にね、私たち本当に。はい、ということで続きましてはこちらのブーツでございます。まあほら、ブーツってさ、秋が本番じゃないですか。でも夏履いてもいいと思っておりますので、これめっちゃ使えるじゃんと思って買わせていただきました。私本当にお買い物上手っていうか、365日ほぼほぼお買い物してるんじゃないかっていう疑惑が出るんですが、でこちらのブーツなんですが、こんな感じになっておりまして、トゥーが若干スクエアしているような感じでございますね。で、私ですね、足は普段23とか3.5 なんですが、これは38を選びました。37も試着したんですが、厚手の靴下履いたらちょっと窮屈かなと思ったので、余裕を持たせて38にしました。まだよまだよ、こんにちは。はい、ということで実際に履くとこんな感じでございます。ちなみに今私が履いてるズボンがパジャマで、なんかすんごい超ダサいよっていう感じなんですけど、あの、まあその辺はね、ちょっと見過ごしていただいて、まあ実際に履くとこんな感じだよっていうのを分かっていただければなと思います。はい、ということでラストはこちらの T シャツ的なものでございます。このトップスなんですが、この付け襟とこの T シャツがセットになっているものでございます。ちなみにこの付け襟に関しては次回のコーデ集みたいな感じですごく大活躍させる予定ではございます。でですね、付け襟はこんな感じで付け襟です。はい、で後ろはこんな感じになっておりまして、これ後ろもね、すっごいめっちゃ可愛くて、いや T シャツとさ、セットでこの1000円ぐらいだったらもう絶対買いだよねと思うレベルで買いです。で T シャツの方はこんな感じで結構オーバーサイズのものとなっております。生地もわりかし肉厚なので、まあ、これもね、長く使えますし、まあ、最悪なんかこう家ので部屋着とかにしてもいいかなっていうようなお値段かなと思います。ということで